観測に使用されたグリーンバンク望遠鏡ブレイクスルーリッスンはブレイクスルーイニシアチブプロジェクトの一つであり地球外の人工的な電波及び光信号を探索するため2016年から10年間1億ドルの資金を使って電波観測及び可視光観測を行うパッシブセティプロジェクトの一つであり電波観測はグリーンバンク望遠鏡とパークス望遠鏡を 可視光観測は、自動惑星検出望遠鏡を使い、地球外生命体の発する通信を観測することを目的としている。カリフォルニア大学バークレーコーヌバークリーセティリサーチセンターが運営を行っており、このプロジェクトから生成された全てのデータは一般に公開される。またブレイクスルーイニシアチブでは、そのデータを分析するためのオープンソースソフトウェアを開発する。 分散コンピューティングプロジェクトの一つであるセティホームは従来のアレシボテ天問題の観測結果と並行してブレイクスルーリッスンで収集されたデータの一部も2016年から2020年まで使用し分析された。このプロジェクトはユーリー・ミルナーによる1億ドルの資金提供によって運営されている。 グリーンバンク望遠鏡を5年間に1000万ドル分、パークス望遠鏡を5年間に25%使用する契約を締結している。その他、受信するための新しい装置やプロセスの開発、職員を雇用するために使われている。プロジェクト開始時に予定されていた前述の3つの望遠鏡以外に、プロジェクト開始後に提携などを結んだ団体や施設がある。 2016年10月12日、中国科学院国家天文台との間で500メートル球面電波望遠鏡とデータ共有することが発表された。2017年5月31日、ジョドレルバンク天体物理学センターとのパートナーシップが発表された。2018年10月2日、南アフリカ電波天文台との間で、ミキャットで電波望遠鏡を ブレイクスルーリッスンに参加させることが発表された。2019年7月17日、フレッド・ローレンス・ホイップル天文台で運用されている EN ・ベリタスを使用し、高額観測することが発表された。パルス光ビーコンの探索に使用される。2016年1月から2019年3月にかけての観測では、 地球から163光年以内にある恒星1327個に1.10から3 4 5ヘルツの範囲で調査が行われたが、電波信号とみられる痕跡は発見されなかった。ありがとうございます。